夏が少しも挟まれることなく、三度にわたる冬が続き、あらゆる方向から雪が吹きつける。その間に数え切れないほどの争いがあり、兄弟同士が殺し合うだろう。このユグドラシルの大地で三度目の冬が到来する頃、遠い大地から訪れる者たちがあるだろう。その名は七つの大罪。全ての悪を滅する。喰らえ。俺を倒してみせよ。この手で終わらせてみせる。すべての悪を滅する。喰らえ。俺の勝利だな。
皆よくやった。下がれ、私が相手をする。シクロド様、王子殿下。シグルド王子。我が父、英雄王ジークフリートより授かった名剣グリム、かつて悪竜ファブニールを倒した竜殺しの剣。我はジークフリートの子シグル。お前が竜の化身だというなら、この私が倒してやろう。手で終わらせてみせる。すべての悪を滅する。くらえ。そうだな。本当にやべえぜ。